蜜や本蜂蜜饅頭の包み紙蜜、饅、ま、頭蜜饅頭は皮と餡に蜂蜜をふんだんに使用した和菓子。呉市の蜜や本舗によって1951年から製造・販売されており、呉市の土産菓子として知られる。水古天皇の実を描画した、五福島の女神のために蜜を使用した菓子を献上したところ、その病状が回復したという伝説に基づき、 蜜や本舗の蜜まんじゅうは作られたとされている。あんは、あずきこしあんと白あんの2種類。皮部分には蜜葉の応印がされており、第24回全国菓子大博覧会において、最高位の名誉総裁賞を受賞している。宇和島市内の複数の菓子店によって製造、販売されており、あんは白あん、皮部分に蜂の焼き印を押したものが多く見られる。 宇和島のつまんじゅうは、戦前から親しまれている菓子で、1935年観光、伊予の宇和島、浅井白玄町、には、霊月堂のつまんじゅうとして紹介されている。宇和島の銀座、追手通り霊月堂の製品である、つまんじゅうは、最近売り出された製品であるが、味の良いこと第一、安いこと第一、日持ちのすること第一、天下に、類いのないこと第一、 平彩の良いこと第一、需要のあること第一等々、宇和島名産として、一役司会の長寿となって、世に諦われたが、近頃偽物が横行するので、本家礼月堂の、三つ万人はますますそのタ値を認められるに至った。いいの宇和島、宇和島名物を見上げ案内、昭和10年より抜粋。ありがとうございます。